三浦祐一郎は、日本のスキー選手、登山家、獣医師、青森県出身、クラーク記念国際高等学校校長、一般社団法人全国森林レクリエーション、協会会長、特定非営利活動法人グローバル、スポーツアライアンス理事長、株式会社、三浦ドルフィンズ代表取締役、株式会社、三浦祐一郎事務所代表取締役、 北海道大学獣医学部助手、青森大学教授、日本プロスキー連盟会長、社団法人日本職業スキー教師協会顧問、日本プロモグルスキー協会会長などを歴任した。クラーク記念国際高等学校の校長に就任するとともに、全国森林レクリエーション協会の会長などを務めている。また、札幌市でイ区親新大使に移植されると同時に、 青森市の名誉市民にも選ばれている。父の三浦慶三も山岳スキーヤーで、長男の三浦雄大は競技スキーヤー、次男の三浦豪太はリレハンメルオリンピック、長野オリンピック出場したフリースタイルスキーモーグル選手、長女の三浦エミリはクラーク記念国際高等学校、横浜青葉キャンパス校長、三浦ドルフィンズ代表取締役も兼務。母方の祖父は、 第15回衆議院議員総選挙青森県第5区、選出議員の小泉達之助。幼少期は病弱で劣等生であり、幼稚園は中退、小学校4年生から5年生時には、結核で6膜炎を患い、長期入院のため1年の半分近くは学校に通えなかった。農林省営林局に勤めていた父の仕事の都合で、小学校は5回転校。 旧正中学校は戦術の健康問題が理由で一度旧正黒、沢尻中学校への入試に失敗し小学生、老人、入学後も4回転校を繰り返した。初めてスキーに接したのは小学校2年時、当時住んでいた広崎市の広崎城公園の坂をスキーで滑ったのがきっかけで、その後一家で仙台市郊外の農場に引っ越した際に本格的にスキーを始め、 旧制青森中学校在学時に岩木山で開かれたスキー大会で優勝し発タイトルを獲得する。青森県立弘崎高等学校在学時に全日本スキー選手権大会の格好競技で入賞。青森県高等学校スキー大会で3年連続個人優勝するなどの実績を重ねた。また、同時期、スキージャンプを借り物のスキーで初めて飛んだにもかかわらず、 県の2位に入賞したこともある。大学進学において、スキーができるからという理由で、北海道大学を受験先に選び、入学試験直前にもかかわらず、もう来れないかもしれないと考えも岩山で、スキー三昧だったものの合格し、獣医学部に進学。北海道大学では、一般教養部で当時理学部に在籍していた作家の渡辺淳一と同期だったが、後に渡辺は、 札幌医科大学に転校した。在学中に、当時の学長秘書、かつアルペンスキーの女子選手だった妻、友子と出会い、同性を経て結婚。大学院進学、そしてアメリカ留学を希望していたものの、肺の病気を患い、しばらく母校の北大獣医学部に女子として勤務、札幌市月サムにあった、当時の北大農事試験場で、豚や牛を扱う、獣医師をしていた。 26歳で助手の職を辞任、スキーに挑戦するも、優勝した全日本スキー選手権青森県。予選閉会式で、全日本選手権への青森県からの派遣人数を、ぐりスキー連盟関係者と対立、結局アマチュア資格を剥奪され、アマチュアスキー界永久追放の浮き目に遭う。アマチュア資格剥奪後しばらく、体力を鍛え直す意味も込めて、 北アルプスの縦山で牧歌として働いていた。1966年8月、クック山にて2007年11月、健康大使任命式にて、厚生労働大臣、増添陽洋一と1960年代初め頃から、スキー学校を開設し、1962年、アメリカ合衆国でスタートしたばかりの世界、プロスキー選手権に参加。 トニー・ザイラーら冬季オリンピックの元メダリストもなお、連ねる大会で、世界ランク8位となるなど、プロスキーヤーとして、活躍。1964年7月イタリアで、開催されたキロメーターランセに、日本人で、初めて参加、時速172.084キロの当時、世界新記録を樹立。なおこれに先立ち、防衛庁航空研究所の風洞実験室を使用し、 空気抵抗の少ないスキーウェア開発も試みている。1966年4月、富士山での実機格好を成功させる。この時、ブレーキとしてパラシュートを使用した映像から、後にパラグライダーが開発されたという。1970年5月には、エベレストのサウスコル8000メートル地点からの格好を成功させ、その映像がザマンフースキードダウン。 エベレストというタイトルでドキュメンタリー映画化されアカデミー賞記録映画部門で賞を獲得した。最終的に1985年に54歳で南アメリカ大陸最高峰アコンカグアからの格好を成功させたことにより世界7大陸最高峰前ミネからの格好を成功させた。1971年スポーツ英雄大賞1975年に ベイアカデミー賞イコールザ・マンフースキード・ダウニ・エベラスト。1992年4月からクラーク記念国際高等学校校長。2006年6月から NPO グローバルスポーツアライアンス理事長を務める。1995年4月、友人である平成維新の会代表、大前健一が月刊し、文芸春秋上で発表した新。 薩長連合結成宣言の知事連盟構想に、こうして、新人対決の1995年、北海道知事選挙に出馬したが、新進党推薦の前副知事、堀達也と自民党推薦、伊藤秀子の争いに埋没し、得票率7%弱で協託金募集の大惨敗。同年7月の第17回参議院議員通常選挙には、 同じく平成維新の会公認候補として出馬している。7大陸最高峰の格好後に目標を失い、不節制な生活を送った挙句、身長164センチメートルに対し体重85キログラム長、血圧は200近くまで上がり、不整脈まで出る、不健康な状態となってしまう。しかし、99歳にしてなおモンブラン氷河の、 格好という挑戦を続けるジップや、オリンピックに出場した次男のゴータラを見て、改心、65歳の時に、5年後の70歳で、エベレスト登頂を果たすという目標を立て、外出時には常に、両足に重りをつけ 20kg 近いリュックを常に、背負うというトレーニングを再開。当初は、藻岩山登山ですら息切れするという低垂落だった。体力を回復させ、 2003年5月22日、世界最高峰のエベレストに、世界最高齢となる70歳7ヶ月での登頂を、果たす。同時に、次男、ゴータとの日本人初の親子同時登頂も達成した。2005年6月、全国森林レクリエーション協会会長に就任。2006年9月、日本経済新聞に、私の履歴書を連載する。2008年5月26日、 75歳でエベレストに再登頂その前日にネパールのシェルチャンが76歳で登頂していたため、最高齢記録更新にはならなかった。2009年2月、札幌市内のスキー場でコース内に作成されたバンクから飛び出し骨盤を骨折。手術後リハビリに励み回復した。2010年、 オーストリアアルベルトシュバイツアー協会よりアルベルトシュバイツアー賞を受賞。2013年5月23日、80歳で3度目のエベレスト登頂に成功した。再びエベレスト最高齢登頂者となる。下山中に体調を崩し、標高6500メートルのキャンプにから標高5300メートルのベースキャンプまではヘリコプターを使って下山した。この登頂成功が、 ミューラーワード創設のきっかけとなった。同年、顕著な実績を挙げたとして、第8回日本スポーツグランプリを受賞。2018年、第1回ネパール社会貢献者表彰を贈られる。2019年1月、86歳でアコンカグア登頂を目指す。ベースキャンプから5580メートルまで、ヘリコプターで飛び、6000メートルまで酸素ボンベを使って登るが、 体調不良により断念し、ヘリコプターで下山した。2019年2月、北海道の民放五局と NHK 札幌放送局による共同キャンペーン、ワン北海道プロジェクトのキャンペーンソングに参加。三浦と同じく恒例でエベレスト登頂を目指したネパール人と残花、ミンバハドゥール・シェルチャンとは、しばしば登頂最高齢記録を争う間柄だった。 三浦が75歳でエベレストに登場した2008年5月26日の前日に76歳で登場を果たしたとされたが、その記録については年齢を実証する書類、また登場成功を証明する書類が存在しないことから当初認定されず、ギネスブックには三浦が最高齢登場者として認定された。これに対してシェルちゃん側が書類を揃え、再度申請を行い、 2009年11月23日に、シェルちゃんに認定証が授与された。その記録は2013年5月23日に、三浦によって更新され、三浦の成功を知った。シェルちゃんは81歳で登頂を試みるが途中で、共通が出現し、5月28日に断念して下山した。三浦は帰国後、シェルちゃんの登山記録には、 ネパール政府による何らかの作為が働いているのではないかという持論を展開したことがあり、またシェルちゃん自身に対しては祭り上げられることへの同情を表明している。シェルちゃんは2017年にもエベレスト登頂に挑戦したものの、5月6日にベースキャンプで死亡し、三浦の記録を更新することはなかった。他多数、ありがとうございます。